カンナのおかえりラジオ。はい、皆さんおかえりなさい、おかえりなさい、おかえりなさい。はい、ということでね、今回も始まりましたよ、カンラジでございます。おかえり、ただいま。はい、おかえり。ということでね、始まりましたよ。始まりましたけども、オープニングなんですけど、実は今回喋ることがなくって、喋ることが一個もなくてちょっと困っとるんですけど、やべえよやべえよやべえよ、何喋ろう。じゃあこのラジオのオープニングを撮っとる時、現在の話なんですけど、カンナのね、キルジッカパーカーのキルジッカパーカーのサンプルがね、完成しました。これもう雑談配信とかで言うとるかもしれませんけどもこの話しとるかもしれんけども、はい、キルジッカパーカーのサンプルが出来上がりまして、そのサンプルをね、ちょっと写真でね、ちょっと送ってもらって確認したんですけど、まあかっこいいと言いますか、思った以上にかっこいい感じになりまして、普段着できますできますできますっていう感じのやつで、結構ね、ほんまになんかかっこいいより、何回言うねんって感じやけど、かっこいいよりになったなと思いました。うん、いやーほんまね、ええ感じ、イラスト通りのええ感じのやつで、温泉マークも腕のとこに入っとったり、お面の狐のね、お面もちょっとね、頭のとこのフードについとったりとか、そういう感じであって、ほんまにあのままの通りっていう感じの出来になっておりまして、なのでね、このラジオが放送されとる時にはもう公開されとるかどうかわからへんけど、写真が、モデルさんが着用した写真が公開されとるかどうかわからへんけども、近々撮影をしてそれが公開されると思います。はい、もしかしたらもう公開されとるかもしれんし、またかもしれへんけども、そんな今ね、このオープニングを撮っとる現状はそんな感じでございます。いや、めちゃくちゃ良いですよこれ。いや、めちゃくちゃいいです。うん、男性がすごく喜びそうな感じの、ほんまにかっこよさと言いますかね、ほんまそんな感じがします。ごめんね、語彙力ないからさ、なんとも言えへんねんけど、ほんまそんな感じで、普段着もしやすいと思いますし、ほんまなんか部屋着にもできるんじゃないかなっていうほどラフです。めちゃくちゃラフです。うん、なのでね、ちょっとこれは私は早く届いてほしいなと、早く来たいなと思うレベルにちょっと楽しみにしておりますので、皆さんもお楽しみにしておいてもろたらなと思います。テンション上がってますっていう感じでございます。いや、お楽しみにしといてくださいという感じで、あとは喋ることあったっけあー、なんか最近モンハンなんか裏でいっぱいやってますよぐらいやで、まあね、それぐらいやし、買いレベル上げてますよみたいなぐらいやし、あとは特別何かがあるかというと、特別何かがあるわけではないんですけどね。特にないですね。なんかあったっけ、なんか言い忘れとるようなことがあるかもしれん。近々なのかな、ちょっと分からへんけど、来月ぐらいになるんかな、分からへんねんけど、インタビューなのかな、インタビュー的なやつが、記事がまたまた上がるかもしれませんねという感じです。はい、それはあるかもしれませんねっていう感じかな、これ。はい、そんな感じで、まだちょっといつなんか投稿されるかとか、いつ上がるかっていうのは確定で知らないんですけども、まだやけど、まあ上がるんじゃないかなみたいな感じで思っておりますので、はい、楽しみにしといてくださいっていうのと、あとはね、今んとこはないかなないかな、ヤミーちゃんとのやつもまあゆっくりまったり進めとるから、まあ7月8月ちょっとねぐらいに発表できたらなーと思ってます。ちょっとね、先延ばしになっとるのはちょっと私も思ったより日常が忙しい
私もね、思ったより私生活がね、忙しいんですよ、最近。やから、ちょっとね、まったりゆったりな進み具合になっておるんですけども、はい、そんな感じなので、まあ、ゆっくりと待っといていただけたらな、なんて思っております。すいませんが、よろしくお願いしますっていうぐらいかな、今んとこね。うん。なんかあるとしても。そうやね。まだちょっとこれは言えないんですけど、先の方になんか、また企業さんのなんかが、なんか出ますみたいな、コラボありますとかは今んとこないです今んとこないのでご安心ください。はい、今んところはございませんのでね、安心してもろてと、はい、いう感じです。はい、 あとはファンボックスの限定記事とかでは言っとるけど、壁紙、私のね、私の、壁紙と言いますか、パソコンのモニターのデスクトップの壁紙とかを依頼してます。はい、多分ね、メンバーシップ限定配布にするかもしれませんけども、はい、そういう風にしようかなって。いや、毎月は無理ですけど、まあ年に1回ぐらいね、そういうのがあってもね、ええー、なーとも思うので、はい、なので、まあちょっとね、それもまだちょっと先になるかなと思うんですけどね、いつぐらいになるんやろ、8月9月ぐらいになるかもしれませんね、ちょっとね、やけども依頼はしてます。はい、という感じなので、壁紙がメンバーシップ限定配布であると思いますので、今のところそういう考えではあります。あとメンバーシップだけじゃなくて、ファンボックスの方もか、まあ内容は一緒なんですけども、配布すると思いますので、よければという感じなんですけど、まだまだ先なんでね。はい、そんな感じでございます。あとは、特にっていう感じかな。あとは特にって感じかな。大きなイベントもあるわけでもないから、そんな感じでございます。はい。ということでね。いやー、こんなグダグダなオープニングはね、ちょっと久々かもしれません。喋ることが何もなかったんですけども。はい。というわけでね、オープニングがね、はい、もう7分過ぎておるのでね、そろそろコーナーに移りたいと思います。はい、今回はね、カンナのお帰りを楽してカンナ人第44回目でございますね。はい、もうすぐで50回目行くんじゃなかろうかという感じなんですけどもね、はい、まったりゆったりと始まっていきたいと思います。ではね、カンナのお帰りラジオ略してカンナジ、スタートしますよー。この番組はカンナチャンネルとカンナファミリーの皆様の協力のもとお送りしております。カンナ調査団、はい、カンナ調査団のコーナーでございます。このコーナーと言いますとね、私カンナがなんか日頃からね、気になっとることとか、調査とかしてみたいなとかいうこととか、なんかアンケート取ってみたいなみたいな感じで思っとるようなことをね、いろいろなんかやっていくというコーナーでございますよ。ということでね、前回ねちょっとお休みやったんですけども、はい、今回はありますよということで、早速やっていきたいなと思っております。はい、今回はね、内容的に言うと悪夢が出ますけども、正直あなたはカンナと性格が似ていると思いますか、ということと、普段カンナを何と呼んでいますか、ほんでカンナのイメージは、と。ほんでカンナのね、新髪型、はい、ポニーテールについて感想がありましたらどうぞというやつで、最後にピタリ賞とゴーン賞の企画になっておりますのでね、早速ね、上から順番に見ていきたいと思います。正直あなたは息切りでね、正直あなたはね、カンナと、性格が似ていると思いますか、ということなんですけども、まずこちらね、見ていきたいなと思っております。皆さんは私カンナと性格が似ておりますか。ではいきます。ドド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 ドンというわけでね、はい、こちらになりました結果でございます。はい、やっぱこう見ると似てないっていう派の人が多いね多いということで、まずそうですね、一番多いのから言うと、似ていないという方がね、45.2%。約ね、半分の人が、性格似てないっす、ということでございます。マジですか？あ、そうなんや。性格、似てないんか。へぇー。正直似とる人が多いと思っとったけどね。
半分の人が似てないということで、あらあらということなんですけど、意外でしたね。ほんで次に多いのが、まあ 22.6% の似ているということで、ありがとうございます。約2割の人はね、似てますよと、はい、言うてくれてるんだから、ありがとうございます。そして次に多いのが、全く似ていないということで、全く似ていませんよと、いう人が 17.7%、多いね。多くない？そんなに全くと言ってええほど似てないんか、私と。マジ私普通のなんか無難な性格しとると思うんやけど、おかしいなというわけで。ほんで次に多いのが、わからないという人がね 9.7%。 そりゃわかんないですよね。わかんないですよね。まあね、 9.7% ということ。ほんですごく似ているっていう人が一番少ないですね。これ何パーセントなんやろうね。 5% ぐらいなのかな、という感じでございます。ありがとうございます。まとめると、まあどっちかというと似てますよというね、部類の人が27% ぐらいですかね、全体的に見ると。うん、似てますねっていう人が 27% ぐらいで、いや似てへんかなみたいな、全然性格似てへんすよっていう人が4、50、60、23% ぐらいかな、多いね。半分以上の人はまあ似てませんよという感じでございまして。マジか、そうなのか、あーっていう感じでね。あとはわからないって人が約 10% かな、うん、という感じでございましたよということで、意外すぎました。正直やっぱなんか似た者同士がね、性格とかが似た者同士とかが結構集まっとるんかなって思ったんですよ。配信者にね、なんかとなんか性格が似とるし、なんか価値観とかも似とるし、なんかそういうのが好きで見に来てますみたいな人が多いんかなって予想はしとったんですけど、全く違いましたね。マジですか？性格違う人を見とってもみんな大丈夫なの？大丈夫なのっていうのは、いやなんかね、なんか性格が違ったり似てなかったりしたら、なんかね、なんかなんでこいつこうなんなんやろとか思ったりせえへんのかなとか、なんかいろいろそうやって疑問に思うようなこととか多いんじゃないかなとか不安に思ったんですけども、そんなことはないのかな。いや意外でしたね、ほんまにね。いやでもありがとうございます。マジか、意外という結果でしたね。ありがとうございます。ではありがとうございます、お答えいただきまして。はい、ということでお次なんですけども、普段カンナを何と呼んでいますかということで、こちらのねアンケートはね、結構頻繁っていうことでもないか、1年に1回ぐらいの頻度ぐらいで撮ってますよね。うん、撮るたびにやっぱガラッと変わっておりますけども。はい、というわけでね、見ていきたいと思います。こちら、ドドドンというわけでね。はい、すごいね、3派に分かれておりますね。おー、綺麗な感じでね、3派に分かれておりますけども。一番多いのが、同点かな？同点で、カンナさん呼びと、カッチャマ呼びが同じ、全く同じなんやろね、これ、票数がね。すごいな、マジか、すごい、すごいな、もう語彙力失って申し訳ないんやけど、すごくない？これ、すごいですよね。ほんで次に多いのが、カンナ姉貴とかね、そういう姉貴系が 27.4% なんですけども、マジか、最初の頃は、私が YouTube 始めた頃とか、1年ぐらい経った後とかにアンケートを取った時とかは、やっぱカンナ姉貴っていうのが一番多かったんですよ、ダントツで。うん。確かそういう記憶がある私は。やけど今はね、カッチャマ派が強くなってきてますね。カッチャマ派の勢力が上がってきておりますけども、カンナさんはね変わらずっていう感じかな、多分昔からね、一定数の人はカンナさんと呼んでくれてありがとうございますね。ーすごいね、変わったなと思いましたよ。ほんで次に多いのは、これどれなんやろね、その他かな、その他か、カンナちゃんが同じぐらいかなと思います。カンナちゃん呼びしとる人おるんですか？マジ私、ほぼほぼ見えひんねんけども。あ、でもおるね。雑談配信とかしとる時も、カンナちゃん遊びに来たよみたいな感じでコメントしてくれる人とかおるから、おるおるおるわ。ほんまやね。んで、その他の人は、多分私は予想するのは、様、カンナ様呼び。カンナ様呼びの人もね、
少数やけどいらっしゃるのは認知しとるから、多分そういう感じかなと、その他もあるんかなとは思うんですけども、うん、ありがとうございます。ほんで、お姉さま、お姉さん、お姉ちゃん、姉御系ということで、姉系がね一番少ないということで、この中ではねという感じでございますけども、いや意外なのが呼び捨て派がいなかったんですよね。呼び捨てがおらへんのと、あとママ、母上、母親などの母系もゼロ票ということでいないですね。ほんでババ系ね、一人ぐらいおるかな思ったんですけどね、いなかったですよね。いやー、みんなやっぱきっちりしてますね。いや嬉しかったよ私は。いやきっちりしてんねと思いながらね、きっちりしてんねっていうか、私のやっぱこの調査団とかを答える人たちはやっぱね、やっぱ私のことを好きで応援してくれとる人たちが多いんじゃないかなと思っとるから、やっぱねそういう系は少ないのかなと思いましたけども、いやーこの3波、いやちょっと次回ね、またちょっとしばらく経ってからまたこういうアンケート取ってみたいなと思うんやけど、その時にはねこの3波がどういう動きをしとるかがちょっと気になりますね。これはいやーこれはねちょっと見とってワクワクしましたね、この結果は。はい、ということでありがとうございます。そうやね、ほんまそうやね、カッチャマは確かに増えたなと思いますね。なんていうか、新しく私の VTuber っていうか、私のか、ことを見つけて、私のことを応援し始めましたよっていう、そういう VTuber 関連のファンの人とかもカッチャマって呼んだりもしとる時もあるし、やからね、そっか、そうやね、そういう感じやなと思います。いやーありがとうございます。これはちょっと面白いですね、今後ちょっと期待ということで、ありがとうございます、ありがとうございますですよ。はい、ということでお次なんですけども、カンナのイメージはということなんですけども、今現在私はどんなね、何のイメージが強いのかなと思ったんで、思って気になったのでちょっとアンケートを取ってみました。では見ていきます。ドドドンというわけで強くない、サワーペーパー強くないというわけで、カンナのイメージはということで、ね、1位がねやっぱ 75.8% ダントツ、はい、サワーペーパーということでこれは昔から変わらずやっぱ強いのかな、私といえばサワーペーパーみたいな、カンナといえばサワーペーパーっていうのがやっぱ強いんかなと思いましたよ、この結果を見ていや、ほんでね、次2番目に多いのがサイゼリアじゃないですか。16.1% サイゼリア。最近っていうか、まあ、サイゼリアもね、よく話題に出すことが多いから、正直、サイゼリアとサワーペーパーがええ勝負するんじゃないかなって思っとったんやけど、やっぱまだまだそんなことなかったね。サワーペーパーの勢力が強いですね。マジか。いや、さすが、すごいですね。いや、いつかね、サワペとサイゼリアが半々になる時が来るかもしれませんけども。わからへんけどね。ほんで、次に多いのがその他、わからないということで。いや、そうですよね。わからんよな。そうですよね。こん中で、私の配信あまり見れてないよという人とかやったら多分わからへんと思うもんね。むしろ、カンラジしか聞いてませんよとか、ね、ほんまにちょっと忙しくて最近配信見れてませんっていう人やったらほんまわからへんような気がするから、いや、いいと思います。ほんで、あと3つは同票かな、カジリッチョ、シャワーズ、ひとしくんということで正直ね、カジリッチョもうちょい多いかなって思ってんけど、やっぱそんなことなかったね。駄菓子としての選択肢でサワーペーパーも入っとるから、そらサワーペーパー入れてまうよなっていう感じやから、いやーですよね、やっぱそうですよねと思いましたけど、シャワーズね、ポケモン配信見とる人はやっぱシャワーズとか思ってくれたのかな、あとひとしくんとかね、私がずっとひとしくん言うとうからね、そういうのもあるんかもしれません。いやーやっぱ強いサワーペーパー最近配信でね食べてないんやけどね、ほんまに食べてない、ほんま裏で食べることはあったとしても配信で食べてないよなとか思っとんやけどね、でも相変わらずの人気ということで、ありがとうございます、ありがとうございました。いつかサイゼリアもね追いつけるかな、どうかな、無理かなということでね、ありがとうございましたよということで、お次なんですけども、
カンナの、新髪型、ポニーテールのね髪型をお披露目最近しましたけども、それについて感想がありましたらどうぞということなんで、こちらはね任意なのでね、はい、書きたい人だけ答えてくれたらなと思っておるんですけども、こちらね見ていきたいと思います。じゃじゃん、はい、ということでね、カンナの新髪型ポニーテールについて感想がありましたらどうぞということでね、たくさん感想をいただきました。本当にありがとうございます。ちょっとね、サラサラサラっと読んでいきたいなと思っておりますけども、ポッとしておりますけども、はい、ポニーテールとシュシュとカンナという絵を描こうと思ってたらまさかの先越されました。びっくりするくらいイメージ通りで眼福ですということで、ありがとうございます。ほんで、あーいいっすね言うとります、アフロで言うとりますけど、ありがとう、圧倒的感謝。おー、ええやん、次はモヒカンナで、おしとやかで可愛らしいベタ褒め、あら、ありがとうございます。ほんで、お姉さん味を感じて大変性癖にぶっ刺さっておりますありがとうございます。ほんで、かわいい言うております。今回かわいいって言ってくれる人がすごく多くてびっくりしました。ほんで、かわいい粉みかん言うております。ほんで、かわいいよね、かわよ、くんかくんか言うております。ごつい好き言うとりますけども、うん。で、すいません、お披露目配信見に行けてなくて、今髪型変わったのに気づきました。のよ、ありがとうございます。すごくいいと思う、すごくいいと思いますわ、すっごい可愛い、ディモールと非常に可愛らしくてグレート、とても良い良い。ほんで、トリコロールカラーとかフランス国旗とか読んでごめんなさい、リボンの影が薄青色カラーに見えたんです。いや、しゃあないしゃあないしゃあない、それはね、わかるよ、しゃあないよ。ほんで、はぁはぁはぁ言うとります、落ち着いてもろて、ペロペロ言うとります、落ち着いてもろて。ほんで、ポニーテールと同じはセットじゃないのかと怒っておるんですけど、同じ見せるとしたら後ろ向かんとあかんやんか、後ろ向けないんですよ、ライブ2D やからね、ごめんね。んで、ポニテは俺にとっての新たな光だ言うとります。ほんで、ポニテが嫌いな人間はいないと思う、ポニテって新髪型が私にとっては新髪型です、はい。ほんで、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛かったです、ありがとうございます、めっちゃ可愛いと思った、良きかな言うとりますけども。ほんで、甘色の長い髪の乙女パッツンポニテに紅白リボンのバランスが非常に良く、またこれからの季節に合う涼しさも感じられて素晴らしい花丸ですということで、ありがとうございますね、可愛い可愛い、夏らしくて涼しい雰囲気大好きということでね。ほんで、夏らしさも新鮮さもあってかなり可愛いです、パッツンいいぞ言うとります。ほんで、季節に合わせて爽やか系になったことによってかなり魅力が上がりました、あら嬉しいですね。ほんで、見た瞬間変な声が出たくらい好き、大好きだったあ、好きだったか変な声が出たんですかね、どんな声が出たかとかちょっと気になるんですけども、ほんで、好き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 大好き言うとります、惚れ直しましたわ言うとります、ありがとうございます。ほんで、最初はポニーテールだと正面から見づらくないかなとか思っていたけど、実際に見てみるとそのままでも綺麗になびいてる髪や、顔を動かした時にポニーでも一緒に動く様を見て素直に可愛いとつぶやきました。あと、前髪も普段見えにくいフェイスラインが見れるところとか、頬のあたりで軽く内側にカーブするサイドの髪とか可愛すぎて心がキュンキュンすると、まあ、あげたらキリがないぐらい新しい髪型好きですということで、熱く語ってくれるね、嬉しいよ、ありがとうございます。ほんで、似合っていて可愛い。ほんで、実にシャンゼリゼフランスということでね。ほんで、実はポニーテールが一番好きな髪型なので非常に良いです、あらあら、すごく可愛いです。もともとポニーテールが好きだったんでめちゃくちゃ嬉しいです。前の髪型よりお姉さん味が上がって好きです、ほんまですか、ありがとうございます。薄毛なので髪型変えられるの羨ましい、大丈夫、二次元はやり放題やから二次元はもう好きな放題できるから、うん。ほんで、髪サラサラ、ほっぺツンツンした、あらあら、髪型だけで言えば全推しの中でトップ5に入ります、似合ってるよ、ありがとうございます。髪型だけで言えば、髪型だけなん、声、中身、すべてにおいて全推しの中でトップ5に入れてもろてということで、非常に尊い、嬉しいね、めちゃくちゃ土着さ可愛かった、できればずっとポニテでいてほしいというね、ポニテ鍵派の人もいらっしゃいますということで、ありがとうございます。めちゃくちゃ感想をたくさんいただきましてありがとうございます。めちゃくちゃ評判が良いですね、やっぱポニーテールって可愛いっていう人がダントツで多いねびっくりした、ほんまに、あ、ポニーテールってそんな可愛い可愛いって言われる髪型なんやって、私は今回で初めて知ったかもしれません、ほんまにびっくりしましたね。いや、嬉しかったです、ありがとうございました、ほんまに嬉しいですね。そんなにポニーテールってええのねとか思いながら、いや嬉しいですね。私はちょっとね、ポニーテールのそういうみんながね興奮するような魅力っていうのがちょっといまいち自分では分かってないんですよ。
正直分かってないんですけど、でもここまでみんながね、可愛い可愛いとね、すごく喜んでくれたりとかね、すごいそうやって褒めてくれたりとかしてくれるってことは、ほんまにポニーテールってすごく人気といいますか、すごく縁やなというのがすごく伝わったので、いやーびっくりでしたけども、ありがとうございます。いや、こんなにもね喜んでいただけて私は嬉しいですよ。ありがとうございました。いや、いいですね。そう、夏っぽいね感じで、はい、夏らしくさっぱりした感じにしましたけども、はい、そんな感じでございます。いや、たくさんのね感想、嬉しい感想ありがとうございました。アフロで言うとりますけどね、アフロは多分今後一生しないと思いますけども、ありがとうございましたよということでね、ありがとうございます。うれしいね。いや、嬉しいですよ、ほんまに。ありがとうございます。ほい、というわけでね、お次なんですけども、お次はね、ピタリ賞、はい、ゴーン賞でございますよ。というわけでね、まずね、ピタリから見ていこうかなと思っております。ジョジョンというわけでね、はい、こちらピタリ賞でございますけども、はい、歴代ピタリ賞メンバーもたくさんでございます。前回確かおらんかったと思うんやけど、でも、はい、今回はどうなんでしょうか。というわけでね、皆さん何人ぐらいいると思いますか。0人ですか、0人ですか、どうなんでしょうかね。というわけでね、今回のピタリ賞なんですけども、なんとピタリが、なんとピタリが、ピタリが、なんと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 出ました。いやー、出ましたね。いやー、よかったよかった。しかも人数が3名ということでいやー、すごいですね。前回なしからの今回3名、いや、すごいなと思いましたよ。いや、さすがでございますよ。というわけでね、早速発表をしていきたいな思うんですけども、じゃあまず1人目から発表していきたいと思います。BGM を消しつつ、ではあ久々にやるから分からへんねんけども、発表していきたいと思いますはい、では一人目、待って、ピタリ賞企画、一人目は、ドラムロールくん。チンじゃねえよ。ちょっと待って、ドラムロールくんが不調。もう一回いきます。もう一回、ピタリ賞企画、一人目は、エントリーナンバー4番。にゃみこさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、おめでとうございますよ。よく4番で、いや、しかも早い段階で答えていただいたのかな。ありがとうございますよ。おめでとうございます。おめでとう。ということでね、2人目いきたいと思いますけども、ちょっと待ってね、 BGM を取りつついきますよ。では、ピタリ賞企画、二人目は、エントリーナンバー7番、イズミンさん、おめでとうございます。おめでとうございますですよ。いや、おめでとうございます。イズミンさん前当たっとったんじゃねと思って、歴代ピタリ賞メンバーの一覧見たらおらんかったから、あれと思ったけど、なんだっけ、ニアピンとかがあったんやったっけね、忘れちった。なんかでも、なんかそこら辺惜しいとこ結構いっとったイメージがあったから、いや、今回当たって嬉しかったです。はい、ということでね、最後の一人を発表していきたいと思います。はい、ではね、最後の一人いきますよ。ピタリ賞企画3人目は、エントリーナンバー20番、菊之助さんです。おめでとうございます。パチ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 、おめでとうございます。20番、いや、すごい、よく当たりましたね、そこで。いや、すごいでございます。はい、ということで今回はこちらの3名がね、見事、はい、ピタリということでございます。おめでとうございました。あのね、なんていうかね、今回ね、
6番の人が、なんていうか、6番目やった人が、その、回答のとこに666とか書いとったで、いやー、ふざけてなかったらこの人ピタリやったのになーとか思ったり、そういうのがあったり、何個かあったんですよ、そういうの。いやーとか思いながら、ね、見てましたけど、でもね、おめでとうございます、この3名の方。おめでとう。何かいいことが起きますようにということでございまして、じゃじゃんということでね。はい。ほんで、お次なんですけども、お次が、五運章ですね。はい。カンナの右腕、五運章でございます。こっち。ということで。はい。カンナの五運の右腕企画ということでね、今現在ね、3名の方が私の右腕になっておりまして、はい。今後もね、右腕を増やしつつ、ちょっと従えていきたいななんて思っておるんですけども、はい。今回の五運ナンバーは何本でしょうか。まずルーレットを見ていきたいと思います。どうぞ。あ。ということで16番ですね。はい、16番。なんでだよ、なんでこれずつ前にこうやって出とった16がさ、もう事故なんですけど、これやりたこれやりたやりたもういいです。はい、16ですということで。はい、今回ね、16番でございます。はい、ルーレット回す前からね、もう答えがね、もうポンって出てしまっていたんですけど、これは私のミスですね。はい、ということでね、今回の五運ナンバーは16番でございますのでね、発表していきたいと思いまーすよ。というわけでいきまーす。カンナの五運の右腕企画、今回のカンナの豪運の右腕企画は、え、違う、これなんて言っとったっけ、ちょっと、カンナの豪運の右腕はか、もう一回すいません、下りました、もう一回いきます。というわけで、今回のカンナの豪運の右腕は、五運ナンバー16番、砥石先輩です。おめでとうございます。おめでとうございますですよ。パチパチパチということでね、ちょっとぐだりすぎですよね。すいませんでした。ぐだりすぎにも程があるということなんですけども、はい、砥石先輩だったんかな、読み方は砥石なのか砥石なのかというところで悩みどころさんなんですけども、はい、おめでとうございます。なんかいつもよくツイッターのリプくれたりしとってる方やと思うんやけど、ごめん、全然違う人だら、違う人やったら申し訳ないんやけど、そういうイメージがありましたけども、いや、おめでとうございますよというわけでね、はい、この1週間、2週間、次のカンラジまでの間にね、幸運な何かが起こりますようにと、はい、願っておりますよということでね、いや、おめでとうございます。4人目の幸運の右腕でした。というわけでね、はい、以上、カンナ調査団のコーナーでした。たくさんのお便り、ありがとうございました。質問コーナー。はい、質問コーナーです。このコーナーと言いますと、皆様から送られてきた私カンナに対する質問にね、私カンナが答えていくというコーナーでございます。というわけでね、早速、はい、やっていきたいと思います。答えていきまーす。というわけでね、お名前、めちめちさん、ありがとうございます。これを読まれる頃は多分10月ぐらいかと思いますが、ごめん、全然違うな、6月です。はい。かつてホラーで叫びたい、怖がりたいと言うて、イブをやってましたが、あんまりだったですね。叫びたいなら観念しておとなしくホラー映画ウォッチパーやりなさい。やりません？試しにちょっとだけね、ということで。
ウォッチパはね、そうなんですよ。ツイッチで、そう、ウォッチパーティー、言うたら同時、映画を一緒にみんなで見るっていうね、それをね、やりたい、やりたい、やりたい言うときながらね、全くもってツイッチにね、1ミクロも手をつけれてないんですけど、ねえ、そうやね。まあ、ホラー映画は、多分見たとしても、私は多分、イヤホン外すし、画面を両手で押さえて目を見ないと思うんですよ、終始。なのでね、それで良ければやるけども、多分、そうだね、ねえって感じやから。だから、まあ、やりませんかね。多分、そのね、映画、ホラー映画を見たとしてもね、私その後、お風呂とかご飯とか、トイレとか寝るのとか家おるのも怖くなってちょっと怯えた日々を過ごすかもしれへんからちょっとということでホラー映画は見ませんけどね何かのウォッチパーティーはね同時視聴はやりたいななんて思ってんけどなかなかねそのスイッチくんにねなかなかちょっと一歩が踏み出せてないんですけどもはいそんな感じなので見ませんすいませんまた何らかの形でゲームレベルのホラーゲームでなんかね叫べたらななんて思っておりますはいということでありがとうございますお次謎のワニ男さんありがとうございます今回な最近配信をしたいと思っていますおお動機はあまり趣味に時間が取れないので、その代わりに密度を上げようと思ったからです。絵を描いているとき、ついつい YouTube を見たり他のことをしてしまうので、自分を縛るためにやります。そこで質問なのですが、はい、カンナさんはノイズキャンセルやツールなど何か使ったり、おすすめのものはありますか？また選挙カーなどで住所バレるんじゃないかなという不安がありますが対策などされているのでしょうかそのぐらい自分で調べろって神田さんに直接教えてもらえたら嬉しいなってテレということでねありがとうございますへー配信をしたいと思っとるすごいですね私をきっかけになんかそうやってね配信の輪が視聴者さんの中でもねなんか地味に広まったりしとるのがねちょっと嬉しかったりするんですけどノイズキャンセルとかのとかそういうやつのツールはそんなね、使ってません。使ってないんですよ。配信自体をするソフトが OBS っていう無料のね、ほんまに無料の配信ソフト、もうドメジャーですね。もうみんなほぼほぼ使っとんじゃねっていうような配信ソフトを使っとんですけど、OBS っていうんですけどね。それの、マイクの設定のとこもあるんですよ。ほんで、その設定とかの一覧に、なんか勝手に、なんかノイズ抑制とか、そういうなんかノイズを減らしますよみたいな、そういうオプションがね、無料で入っとんですよ、そういうツールとか、あとコンプレッサーとかね、そういうリミッターとか、いろんななんか入っとんですよね。だから、それぐらいしか使ってないんですよね、私、ノイズキャンセリング的なやつは。そう、だからそういうノイズ抑制とか、そういうノイズゲートだっけ、なんかそういうのを適当に使って、ノイズを少し減らしてますっていうぐらいかな。うん。それをひどくやりすぎて、ノイズ抑制とかそういうやつの設定を強くやりすぎたら、次、声の、音質が悪くなるから、ほどほどにせんとあかんねんけども、私はほんまにちょこっと、オンにしてますぐらいですね。ちょっとオンにして、とりあえず入れるっていうか、まあ、やってますっていうぐらいのレベルしか、ノイズキャンセルとかはやっていないので、うん。そういう感じです。私、ほんまに。それぐらいですね。なので、そうですね。選挙カーとかもね、私も入っとってもおかしくないですよね。正直、配信中もね、なんかそういう選挙の時期とかだったらね、結構外で選挙カーが走っとったりもするとき全然あるんですよ。雑談配信しとるときもそうであれば、ゲーム配信しとるときも全然あるんですけど、まあそこまで細かく声とか、まあなんか車走っとんなみたいな、選挙カーっぽいの走っとんなぐらいのなんかは入ったとしても、まあそこまで細かく入らへんやろうと、なんか他人事のように思いながら配信をしてます、気にせず。っていう感じですね。まあきっちりはっきり入るようでしたら、もうちょっとね、ツールとか無料のツールとか、無料じゃなくてもいいんやけど、もうちょっとね、高度なツールを入れてもええかな思うけど、今んとこね、ほんま不便がないかなと思います。だからたまにね、救急車の走る音とか全然入ると思うんですけど、配信中とか、ね、いろいろな時とか入ると思うんですけども、そんな感じです。はい。
なのでもっとねちょっと気になるようやったらめちゃくちゃあるんですよ、こういうツールとかそういうのアプリとかめちゃくちゃあるから、ソフトかめちゃくちゃあるから調べてみてください。基本は私はほんまに OBS の元々入っとる機能です、全部という感じです。はい、配信楽しんでくださいという感じですね。はい、というわけでお次 SD ジーンズさん、ありがとうございます。かなさんこんばんは。こんばんは。僕は20年前にユニクロで買ったジーンズを今でも履いています。長年履いていると当然穴が開いたり破れたりしますが、僕は適当な歯切れをその上に縫い付けて履き続けています。ジーンズを履いているのか歯切れを履いているのかという状態になりましたが、知り合って間もない人からそのジーンズ高そうっすねと言われ、最近流行りの、SDGs に、一撃を食らわせてやることができ、大変満足しています。カンナさんが持っている服などで一番長く使っているものは何ですか、ということで。なるほど、これ待って、 SDGs で読み方あったんかこれこれ読み方間違っとったらちょっとやばいですよね、多分やばいと思うんやけど、でも読み方あっとる自信がない、どうやろうか。まあまあ置いといて、一番長く使っとるのは多分やけどね、多分中学の時代に購入した、中学のね時代の部活の時に購入したウィンドブレーカージャージですね、それを未だに冬場になったら着てます。うん、だからほんま中学時代なんでね、もう15年16年17年18年、もうならんか分からんけど、それぐらい前に買ったやつ、中学1年生の時に買ったやつなので、それです。それは未だに使用してます。ただもうベリベリに破れていや上の上半身のジャージは大丈夫なんですよ、まだ破れてないんですけど、下半身のズボンの方ですね、ズボンの方がベリベリに破れとって、外で履いたらちょっと恥ずかしいやろなっていうほど破れてます。なのでお部屋とか家の中で履く用ですね。はい、もったいないから未だに履き続けてますけども、っていうのが多分一番長いんじゃないかな、おそらく、うん、と思います。はい、ということでお次、6月1日の水さん、ありがとうございます。皆さんこんかんなってなわけで質問ですが、もしお正月に親戚の子にお年玉を渡すとしたらいくらぐらい包みますか。自分はまだ渡す相手がいないので分かりません、ということで。あー、私はね、その子の年齢によるかな、その子の年齢によります。まあ私は渡す側ですよ、もちろん渡す側なんですけど、まあ小学生とかやったら、まあ3000円ぐらいかな、私は、主に。ほんで中学生になったらまあ5000円とか、もうちょい6000円とかかな。ほんで高校生になったらまあ1万ぐらいかなっていう感じにはしてますね。私はだいたいそんな感じです。まあね、これ人によって違うけども、私はこんな感じでええんじゃなかろうかという感じでございますお年玉欲しいな、私も。もう長年持てないけど、人からお年玉とか言うね、もう大人になってもらえへんねんから、もらえへんの、誰かお年玉くださいということでね、そんな感じでございます。お次、ジミーさん、ありがとうございます。カッチャマとリサの皆さん、こんかんな、こんかんな。カッチャマ、最近ハマっているお菓子とか駄菓子とかありますか、サワーペーパー以外で、ということで。自分は無限エビにハマってますということで。なんや無限エビって、カッパエビセンってことか、わからへん、違ったらごめんなさいやけど。最近ハマっとるお菓子、サワーペーパー以外では、かば焼き前配信でも言うたかもしれんけど、かば焼きさん、15円プラス税で売っとる値段のやつで、1枚10キロカロリー、はい。んで、スルメみたいに硬いから噛み応えもある。ほんで、タレみたいなやつがええ味しとるっていう感じなので、最近ちょっとそれにハマってますね。コストパフォーマンスもええんじゃないかなって思っとるし、かじりっちょがね、1個30円やとしたら2枚買えるんですよ、かば焼きさん。ほんでカロリーもね、もう断然そのかじりっちょとかに比べたら何倍も低いんですよね。だから、今はかば焼きさんですおすすめですということで、はい、それにハマってます。はい、ということでお次、またまたジミーさん、ありがとうございます。こっちもトリサの皆さん、こんかんな、こんかんな。やってほしい演技について質問なんですが、コーナーでちょっと短めの替え歌のお便りを出すのは大丈夫ですか、ということなんですけど、全然大丈夫です。全然演技のコーナーにね、出してもらって、替え歌ね、短めの替え歌のお便りとか出してもらって大丈夫です。ただ元の曲はこれですとか、
買い取ってくれた方が助かるっていうのは、元ネタわからんくて朗読してまう可能性もあるし、替え歌ってわからんくて普通のセリフやと思って替え歌する場、あ、替え歌っていうかそのままなんかね、あの、え、違うな、あの、なんていうか、あの、歌やのに、替え歌やのに、あの、それが、それに気づかんくて、朗読、言うたら文章を読み上げる的な朗読になってまう可能性とかがあるから、あの、これは替え歌ですとか、あの、元の曲はこれですとか、そういうの書いてくれたら、ああ、これ歌なんやなと思って、あ、替え歌なんやな、じゃあ、それ、そういう感じで歌ってみようかな、みたいな感じにはなるので、そういうの書いてくれとったら助かりますっていう感じですね。あとは、あの、知らん曲は私、なかなか覚えれへんから、まあ主にね、あの、知っとる曲とかの替え歌ならできるかもしれませんね、という感じですね。うん、なのでちょっと知らん曲やったら多分替え歌とかできひん可能性が高いから、朗読になるかもしれませんね、という感じです。はい、その時の私のなんかやり方でいろいろ変わるかもしれません、ごめんなさい。でもね、全然送ってもらうのは OK でございます。はい、ということで、お次、猫猫さん、ありがとうございます。イカってお目目でかいから、なんか愛嬌感じるわ、ですよね。カンナさんはイカに愛嬌感じますか、ということで、いや、感じないですね。うん。特に、うん、感じないかな。はい、感じないです。はい、ということで、お次いきます。大学創立10周年記念式典に出席した水石さん、ありがとうございます。はい、どうも、皆さん、こんかんなです。こんかんな。というわけで質問ですが、カンナさんの好きな東方二次創作楽曲は何ですか？あ、でも、ユアンシェンのアレンジ系の曲は殿堂入りということで、省いて、答えていけると、いただけると幸いです。ちなみに自分はデジタルウィングさんの、パラノイアです、ということで、パラノイアいいですよね。パラノイアみたいなやつ、あの、トゥルル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 パラノイアっていうやつ、あの、小石ちゃんのアレンジですね。うん、知ってます、知ってますっていう感じで、私は正直言うと、二次創作楽曲は、聞くとしたら、私、幽閉サテライトさんのやつと、少女フラクタルさんの曲しか聞かないんですよ。あの、そうなんです。聞かないんですよ。他のサークルさんで、聞かないんですよ。あんまり。てか、ほぼほぼ、聞かないんですよね。やっぱ、幽閉サテライトさんのアレンジは、正直私の好みのアレンジの仕方をしてくれとるっぽいから、いや、なんていうか、私が好みなんですよ。ただ単に、昔から、幽閉サテライトさんとか、少女フラクタルさんの、その、楽曲のアレンジのやつが、すごく私、好みで、ずーっと、今現在も好みですけども。なので、好きでよく聞いてますねっていう感じですね。他のサークルさんはね、ちょっと聞かないんですよ聞かないんですよね。だからそんな感じです。あ、でもね、一時期私もね、デジタルウィングさんデジビーさんのね、やつはね、聞いたりはしてました。そう、聞いたりはしたこと、しとった時期もありましたね、という感じなんですけど、やっぱ安定してずっと聞くのは幽閉サテライトさんとかかなっていう感じですね。そう、その中で特に好きな楽曲っていうのがちょっと今頭に浮かばへんねんけども、でもそこのやっぱサークルさんのアレンジはすごくすごく好みですっていうので、好きですっていう感じです。はい、ということで、お次、覚悟の準備さん、ありがとうございます。私はカンナさんのとんでもない秘密に気づいてしまいました。はい、あなたはわざと漢字を読み間違えて米稼ぎをしていますね。それは、下川神社納涼古本祭りを、下鴨神社の雨涼古本祭りと読んだ時に確信しました。あなたの米稼ぎ罪は重罪です。あなたは犯罪者です。刑務所にぶち込まれる。楽しみにしておいてください。いいですね、ということなんですけど。嘘、私。納涼古本祭りってちゃんと言いましたよね。私、納涼っていう意味は知ってますよ、もちろん。だから、ちゃんと下鴨神社、納涼古本祭りって言ったと思うんやけど、言ってなかった？言ってなかったんやったら、ほんまになんか下鴨神社の、雨涼古本祭りとか言うとんやったら、もしかしたら勘どんじゃない？勘どるか、漢字読むのに必死で詰まっただけなんじゃないかなって思います。はい。そんな感じだと思いますけども。一個言ってもね、漢字を読み間違えて米稼ぎってね、メリットないんですよ。
あの、わざとさ、漢字を読み間違えるって、正直、それで言い訳できるんやったら、私ずっと言い訳しとると思うよね。わざとです、つって。普通、あの、普通こんなん読めるじゃないですか、つって。漢字こんなんも読めないんですか？プークスクスって、私やったらやるんですよ。やりたいんですよ。読めるんやったらね。読めないんですよ、私、ガチで。ガチで読めへんから、正直ね、もうそんなプークスクスもできひんし、むしろ、私が漢字読めなさすぎて、みんながイラついてないかなっていう不安はあります、正直。うん。ほんまに。それはね、すごくあります。だから、読めへんたびに申し訳ないなっていうか、あ、またかって自分で思うんですよね。あ、また読めへんやつか、とか、また読めんかったか、とか、なんでこんな読めへんのやろな、ほんまに私バカやな、とか、思うんですよね。そう。そんな感じなので、正直ね、読めたいです、すごく。うん、ベラ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 漢字をね、スラ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 読みたいんですよね、私逆に。ほんまにね。だからね、私にとってはね、漢字が読めへんくて、読み間違えでコメント稼ぎみたいな、稼げるんか知らんけど、それは、私にとってはデメリットでしかないかなって思っとる。そんなメリットないやろ。うん。って思っとるから、一切そんなことはね、ないんですよね。逆に私はベラベラ読みたい派の人間なので、そう、やからたまに知ったかぶり、知ったかぶりで読んだりもするんですよね。ワンチャンあっとったらそれでええわ、みたいな。間違っとったら、しゃあないわ、っていう感じで、やったりしますっていう感じですね。はい、ほんまにね、もう、ねえ、嫌なんですよ、読めへんのが。自分でほんまに嫌で、うん。それはね、ずっと思ってます。はい。まあ、読めないもんはしゃあないんですけども。そんな感じでございますよ。はい。ということで、お次。ちゃんこちゃん、ありがとうございます。ロンブーロー像。早速ですが、カンナさんは話題になっている作品とかは、リアルタイムで見る人ですか？私はそういう作品、そういう作品は後から見て、あー、これリアルタイムで見てたら、ってなる人間です。カンナさんはなりますか？ということで。いや、私ね、話題になっとるやつとかは、見ませんし、興味持ちません。アニメやろうとゲームやろうと漫画やろうとドラマとかやろうと俳優さんとかなんかそういうアイドルとかなんかそういうなんか全ジャンルにおいて私なんか流行っとるものとか話題になっとるものに食いつかない人間なので正直なりませんねそうやって、うん、後から見てっていうのがもうそもそも後から見ないんですけども、うん、そうならないですね。はい。そんな感じです。はい。ということで、お次、デスマスクさん、ありがとうございます。カナさん、こんばんは、こんばんは。この前の歌ってみた配信、お疲れ様でした。とてもよかったです。歌ってみた配信、やったっけって思ったんやけど、これ多分あれか、歌ってみた動画のことかな歌ってみた配信したっけと思ったけど、多分これ歌ってみた動画の、この前の、スト6の、曲の、愛しさ、イカ略のことなのかなって思いましたけども。はい、ということで。歌ってみた配信系を見てふと思ったことがあったので質問させていただきます。はい。カンナさんは歌ってみたをどこで収録されているのでしょうか？ご自宅、カラオケ店の録音機能、それともレンタルスタジオでしょうか？気になってしまったのでお答えいただけたら幸いです。もしこの内容が気質でしたら申し訳ないです。ということで、ありがとうございます。全然気質じゃないですね、多分ね。うん。歌ってみたのね、動画っていうか、歌ってみたの収録は、いつも配信しとるとこです。なので、家です。家。んで、パソコンの目の前、はい、で、撮ってます。ほんまにそんな感じですよ、私。いつもの配信と変わんないですっていう、全く変わんないですっていう環境で歌ってます。はい、いや、ほんまはね、カラオケ店とかで歌えたら防音とかさ、そこまで気にせんとさ、好きなようにさ、誰も聞いてないし、ね、好きなように収録もできるんかなって思うけど、まずカラオケ店で収録するのって、パソコン持っていかんといかんやんか。私、ノートパソコンとかがあればいいんやけど、ノートパソコンがなくてデスクトップしかないから、そもそも、ね、外で録音ができないんですよ。うん。できないんですよね。機材もいっぱい持っていかんといかんし、まずデスクトップ持っていって、モニター持っていって、オーディオインターフェースとか持っていって、ほんでマイク持っていって、マイクスタンドはまあカラオケ店にもあるんかな？んとか、いろいろそういうイヤホン、ヘッドホンとか、そういうの持っていってっていう、持っていくものが多すぎて、そんな、もういけへんから、全く、絶対いけへんから。やから、ほんまはね、いけたらいいんやけどね、っていうのは思いますけども。はい。なので、カラオケ店ではないですね。うん。
でレンタルスタジオもないです。一回も行ったことないです。いや、あのレンタルスタジオでね撮れたら、そりゃまあ、あの反響とかも少ないから、あの音質も多分今よりもええような音質で撮れるんじゃなかろうかとは思うんですけど、まああいにく高いので高いので、あのそういうブースとかにも行けないんですよね。だから、あの自分の家ですっていう感じです。あの歌ってみたってね、コスパ悪いと思うんですよ私。なんかちょっとめたい発言なんやけど、歌ってみたってね、ミックスもせんとあかんじゃないですか。私まあミックスなんか自分でできる人ってまあ少ないから依頼するんですけど、ミックスもせなあかんで、動画出すとしたら動画のイラストも描いてもらわなあかんっていうので、ほんでミュージックビデオみたいな感じも作ってもらうんやったらね、依頼せんとあかんっていうので、めちゃくちゃコスパ悪いんですよね。めちゃくちゃコスパが悪いんですよ、ほんまに。まあ、あの、私最近ね、あの、ミュージックビデオはまあまあ作れるようになったから、それは省いたとしても、まあ、イラストもね、描こうと思えば描けるんやけど、描く時間が全くないから、まあ、依頼という形で依頼して描いてもらっとんやから、やけど、やから、そう思ったら、ほんで、ミックスって絶対やってもらうと、ね、っていう感じやから、ね、ミックスで依頼で、あ、依頼ってかイラストでって思ったら、まあその時点でもうね、おうっていう感じなレベルではいくんですけども、それプラス多分そうやってスタジオとか借りたらもうコスパがね、もうオーマイガーってなるし、むしろもうミックスとイラストの時点でコスパがおうっていう感じだし、むしろミックスだけでもね、歌ってみた動画でなんかなんていうのね、プラマイゼロになるかって全くならへんから、いつもねみんなスパチャくれたりとか、そうやってなんかあれやね、あのファンボックスの方とかでそういうのがなかったら厳しいんじゃねえかなと思ってます。歌ってみたってね、そうそういう感じなので、なんかね、一番コスパ悪いんじゃない、配信とかの中では、って思うんですよね。でもまあ好きやからやってますっていう感じです。そんな感じですね。すいません、長々と語ってしまいましたが、いつもあの歌っとるとこはここ、今現在このラジオを撮っとるここです。はい、お家でございますよということで、はい、でも防音とかは、防音かな、近所迷惑とかは結構気になりますね。気になるからちょっとね、気をつけながらやってますっていう感じでございます。はい、お次、笑うおっさんさん、ありがとうございます。カンナさんは学生時代よくアニメイトに行っていたみたいですけど、あんまりアニメは見てないですよね。アニメイトで何買ってたん？他の配信などですでにお話ししてたらすいませんということで、いや私ね、学生時代はアニメ見てました。めちゃくちゃ深夜アニメ見まくってました、ほんまに。学生時代とあと20代前半ぐらいの頃まではほんまにほんまにずっとアニメ見てましたし、そう、深夜もずーっと起きて、朝ぐらいまで起きてアニメ見とったりとかもしてましたし、なのでほんまにアニメオタク的な感じでしたし、ほんでアニメイト行って買っとったのは、まあ私、まあキー作品のゲームが好きやから、そこのね、クラナドとかそこら辺のグッズをちょこっと買うたり、あとやっぱり銀魂が大好きやから、銀魂のグッズとかをめちゃくちゃ買ってましたね当時。そんな感じでしたよ。そんな感じで、あとはね、グッズを眺めるのも好きなんですよ。だから買わずにそうやってアニメとぶらつきながら行って、売っとるグッズを見ながら、おーええやんこれとか思いながら見るの、ゆっくりね、グッズを見るっていうのも好きやったから、そういうのをしてました。そんな感じでしたよ。という感じです。眺めるの結構楽しいしね。ああいうとこ結構ゆっくりおったら結構時間過ぎるの、なんていうかあっという間と言いますか、そんな感じあったので、ね、楽しいなっていう感じ、行くだけでも楽しかったんでという感じでしたね。はい、お次、猫猫さん、ありがとうございます。もしカンナさんがもう一人いたら何しますか、 また何が起きると思いますかということで、もう一人いらないと思うんですよね私。いらんくない、もう一人おったら。もういやー、私はいらんやろ正直ね。だから何をしますか、何するんやろね、わからん、全く想像つかんねんけど、何が起きると思いますか。うるさいんじゃないかな。うるさいんじゃないかなって思いますけど、まあ2人で配信してもええんじゃない、お互いにね、カンナ2人で配信してね、お互い喋り合ってみたいな、やかましいですよねそれね。やめとこう。まあでもそういうの楽しそうかなって思います。というわけでお次、匿名 A さん、ありがとうございます。カンナさんはどん兵衛は
後乗せサクサク派ですか、それともホロホロ派ですか。僕はホロホロ派です。そうすることによって天ぷらのうま味がどん兵衛全体に行き渡って、うん、美味しいということで、私は後乗せサクサク派です。はい、最初に乗せとったらなんかふやけてどっか行ってまうからさ、だから後でもう食べる直前というか、今からいただきますって言ってから開けて入れて一回ぐらいちょんって浸したやつをバリバリ食べるっていうレベルですね、私は。うん、そういう感じです。お次、タコせんべいとかした牧場ハムスターさん、ありがとうございます。皆さん、こんかんな、こんかんな。この前、新髪型を発表されましたが、もし新しく追加することがあればどのような髪型にしたいですかということで、そうやね、今んとこはあんまり候補というか、これやりたいですっていうのがあんまりなくてねえっていう感じなんですけど、前髪増やすのもありかな、もっととか思ったりするし、あとはね、ショート、ベリーショートではないんですけど、ボブぐらいまでのショートとか似合うかわからへんけども、そういう感じとか、あとはなんかすごいおばちゃん味感じるおばちゃん味を感じるような髪型とか、なんかわからへんけど、なんかいろいろね、なんかまあなんかその時にこれがええなって思ったやつとかがあればやりたいななんていうのは思ってます。今のところはね、あんまりないかなっていう感じですね。はい、ということでお次、ちゃんこちゃん、ありがとうございます。こんかんな、こんかんな。質問なんですが、最近スト6に興味ありげじゃないですか。最初は興味ないねみたいな感じだったような気がしたんですが、どのような心境の変化があったのでしょうか、気になりました、ということで、スト6はね、最初はね、1ミクロンも興味がなかったんですよ。全く興味なかった。ほんまに。1ミクロンもなく、ああ、格闘ゲームなんや。へえっていう感じで、うん、へえみたいな感じだったんですけど、まあ、私んとこの視聴者さんで結構格ゲーやっとる人たち多いみたいで、ほんで、なんか、隙があればスト6と言われとったし、んで、まあ、言われとったからって私も全く興味を持ったかっていうと持ってないし、ほんまに興味ずーっとなかったです。最近まで。で、なんか急に、興味ないのに YouTube のおすすめに、スト6の公式 YouTube の、スト6っていうかカプコンの公式 YouTube チャンネルのスト6の動画が急におすすめに出てきた時があって、しかもジュリちゃん?ジュリのなんかキャラクター紹介みたいなやつで。ほんで、これなんか、みんながたまに夜ジュリちゃんっていう人かと思って、たまたまそれの動画がおすすめに来たからそれを見たんですよ。ほんで、っていう感じで、その時はっていう感じで終わったんですけど、まあ一回見たらね、おすすめってね、それに似たやつ出てくるじゃないですか。やったらそっから、やからスト6の動画がおすすめに出まくったんですよ。そっからなんかもうあーっていう感じのほど出まくって、でもあんまり興味ないから全く再生もしてなかったんやけど、でもなんかキャミーでしたっけ、キャミーの動画がおすすめに流れてきたときに、ああ、この人美人さんやと思って、サムネに惹かれまして、サムネやったかな?そのキャラクターの見た目に惹かれて、ほんで、美人さんやと思って、こんなキャラもおるんやなつって、ほんで、またそれで動画を見てしまったんですけども、それで、ああ、綺麗な人とか思って見とって、ほんで、他どんなキャラクターがおるんかなとか思って、ほんで、カプコンのチャンネルに飛んで、そっからいろいろちょっと、ね、見出してから、ちょっとずつなぜか興味を持ってしまって、ほんで、って思って、今まで格闘ゲームとか見たことも触れたこともないんやけど、そうやって動画を見よったら、とか思ってきて、ほんで、まあ、そんな段階です、今。今そんな段階ですっていう感じかな。うん、そんな段階ですっていう感じです。はい、今現状そんな感じかな。うん。はい、わかりましたでしょうか?このような感じなんですけども。だから今現在もね、バリバリ興味があるかというと、バリバリ興味があるわけじゃないんですよ。うん。だから体験版もまだやってないっていう、感じなんですけど、まあ発売もされとんやけどね。うん。そう、でもね、まあ、興味ないねの時からは進化はしたなと、興味度合いはでもね、とは思いましたけど、今もまあ、みたいな、みたいな感じで、
ほんで吉田沙保里さんのあの公式のね、あの敵を倒すやり方みたいなのも私のおすすめにね投稿されたらすぐ出てくるんですよ。だからそれを見て爆笑してました。なのでちょっとそういうのでも興味がさらにちょっと湧いたかもしれませんね。はい、という感じなレベルです。はいそんな感じでございます。お次、ダースシディアスさん、ありがとうございます。手から雷みたいなのが出せるようになったらどうしますかということで、え、楽しそうじゃないですか。出したいです。出せたら出したいです。私ね、なんかそういう超能力とかなんか能力的なやつ使いたいんですよね。だから出せたら嬉しいなって思いますお次、あなたもマリモの腕さん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。最近ポケモンやってないなと思いながらこれを書いています。ポケモンって楽しいですよね。というわけでズバリ聞きます。つくだにさんと、青木さんの夫婦説についてどう思いますか。詳しく語ってくれると私が喜んで聞いていると思います。よろしくお願いします。ということで、まあ許さんよねまあ許さんよな。つくだにと青木さんがね、元夫婦とかマジちょっと許さないんですけども、まあないと思うけどね。それはないと思うけど、まあただの上司と部下的な感じやと思うんやけどね。まあね、ないと思いますけども、はい、私は信じてません。うん、信じてませんよ。はい、だからあの全然詳しく語るようなことないんやけど、全然ないんやけど、何について語ればいいんやこれで。まああのないと思いますっていうぐらいしか私は思いません。なんかそういうカプチューたちが言うとるんかなみたいな、公式でもないのに言うとるんかなみたいな感じでね。まああの青木さんはまあ私と仲良しなキャラクターなので、なのでね、つくだにとかいうちょっとわからへん人は入ってくる余地はないんじゃないかなと思っておりますし、はい。で青木さんだけね、青木ですかみたいな感じで呼び捨てするとかね、マジちょっとマジね、まあ、許さんぞっていう感じなんで、はいね、さんつけろよみたいなね、まあ、ね、それで元夫婦やとしてもしたら、もうマジもうね、もうそんなんやからね別れたんやぞってね、ね、なのかな、なみたいな感じです。はい、お次いきます。語ることは特にないんですお次、ジミーさん、ありがとうございます。カッチャマとリスナーの皆さん、こんかんな、こんかんな。ポニテになったカッチャマを見てふと思ったんですけど、カッチャマのアバターって後ろ姿ありますか。せっかくポニテになったんで後ろ姿も見たいなと思ったんですけど、もしあったらオナシャスということで、ないですないです基本ね、ライブ 2D の VTuber の人は後ろ姿ないと思います。はい、私見たことないけどな、ライブ 2D の人で後ろ姿は。はい、よっぽどね、なんかいや、なんか後ろ姿も作りましたけどみたいな人がおればあるんかもしれんけど、基本ないと思ってください。私はないです。はい、 3D になったらね、あるんですけど、うん、あとはあれはね、三面図とかやったら後ろ姿とか見れると思うんやけど、私三面図書いてもらってないから、だから後ろ姿ちょっと見れないと思います。うん、だからね、もし今後なんかそういう三面図を書いてもらうっていうのがないと思うけど、あったりしたら解禁されるかもしれんし、後ろ姿が。あとは 3D になるかもなるかどうかも知らんねんけど、まあなる予定も今んとこないけども、もしそういうのがあったとしたら後ろ姿見れるかもしれませんね。なのでないですあの想像にお任せしますっていう感じで、ごめんなさいね、ごめんね、後ろ見せれたらいいんやけどね、ごめんね。ということで、はい、お次、ちるめんにゃこさん、ありがとうございます。神田先生、はい、ついに神田さんが夢に出てきました。おが、なかなか胸クソの内容でした。神田さんが最近見た嫌な夢はありますか、ということで、私が夢に出てきて胸クソってどういうことや、どんな夢やったんや、気になるけども。私が最近見た嫌な夢はあるで、あるある、全然ある。なんかすごい不快な夢見ること多いですよ。でも忘れます目覚めた時に意地でも覚えようって思ったらちょっと覚えると思うけど、なんかあんま気にせんかったら忘れるんですよね、夢ってね。だから私をあったけどね、不快な夢とかあったけど嫌な夢とかあったけど忘れちったっていう感じで、忘れちったです。ということで、お次、
あなたはマリモノデさん、ありがとうございます。今現在 YouTube としてカンナとしての活動も2年を超え、様々なことにも慣れてきた頃かと思います。何度か YouTube 活動初期の頃にも質問されていましたが、改めて10年以上前のあの出来事を振り返ってみて思うところはありますか？遠慮ない意見をお聞かせください。今後の参考にさせていただきます、ということで、何の参考にするんですかねということなんですけど、10年以上前のあの出来事を振り返ってみて思うこと、なんやろうね。普通にニコニコで活動しとって、普通にボイスドラマ出たなーっていうだけやったんやけど、それはまあええと思うんですけど、まあその後ですよね。その後のやっぱネットのね、特定とかストーカーとか、そこら辺ね、犯罪とかね、そこら辺はちょっとなーって未だには思いますし、許されることでもないと私は思ってます。だからなーね、今後もそういうのが他の人、私だけじゃなく他の活動者さんとかにね、ないように思いたいけども、でも最近もね、全然そういう人たち多いらしいから、大手のあのホロライブとか二次三次とかのそういうあの活動者さんに対しては特定とか、あと顔写真とかね、なんか個人情報とか、あと誹謗中傷とかすごいらしいから、嫌なね、嫌な世の中ねと、昔から変わってないんかなそこら辺はとか思ったりして、でもまあ、なぁと思いますけど、まあ悪いことだけではないから、だってその時好きやって、今現在も私のこと好きですって言ってくれとる人も結構たくさんいらっしゃるので、すごくありがたいなと思いますし、その時にね、出会ってくれてありがとうございますって私自身も思うし、だからその時に好きになってくれてありがとうございますという思いではあります。で、今現在のね、私の活動も踏まえて、全部を含めて好きです、応援してますって言ってくれる人なんかすごいと思うけどな、ほんまにね。大半はね、なんかイメージと違ったっつってね、ね、そうやって離れていく人とかおると思うんですよ。最初はカンナ姉貴、カンナ姉貴っつって近寄ってきとって、ほんでいざ私が活動しよったら、なんか違うくねみたいな。なんか、おもんなくねみたいな。なんか違うみたいな。なんか、そういう感じで、離れていった人、なんか、ほんまになんか、8割ぐらいおるんじゃないって思っとるから。ね。だから、変わらずそうやって今現在も応援したり、遊んでくれたり、喋ってくれたり、そうやってしてくれとる人たちがおるっていうのは、私はすごく嬉しいなと思うし、ね、そういう感じでは思えますね。そんな感じです。そんな感じかな。正直10年以上前のニコニコでの活動もあの時もあの時で楽しかったなとは思ってます。自分なりにね、機材揃えて歌ってみたとか、ゲーム実況とかやっとったなと思ってね、再生数とかは全然一桁とかやったんやけど、全然それでも私は楽しかったからやっとっただけやしっていう感じやから、ね、あの時もあの時で楽しんどったなとは思いましたけども、はい、まあそんな感じかな。あんまり言うようなことはないような気がするけど、そんな感じでございます。はい、お次、雪風うんさん、ありがとうございます。かんなさん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは。歌を聞く上で、歌詞は重要視されますかということで、まあまあ重要じゃない、歌詞って。いや、まあまあってか重要ですよ、歌詞は。でもやっぱ一番に頭に入れるとしたらメロディーが入ってくるから、だからなんていうか重要視はするけども、でもメロディーほど、曲調とかそういうメロディーほどはあんまり重要視は私はできてないかななんて思いますけども、でも大事なのは大事だと思います。ということで、お次、どれだ、あった、机の裏側で夕飯を食べる牧場ハムスターさん、ありがとうございます。カンナさん、そして視聴者の方々が、こんかんな、私は指パッチンがどうしてもできないので、指パッチンができる人は少し羨ましいなと思うのですが、カンナさんは何かやられたらいいなと思うちょっとした技はあるんでしょうか、ということで、ほんでね、その後にね、くしゃみ出そう、待って、くしゃみ出そう、待ってごめんね、すいません、くしゃみが出ました。この後にね、すごいちょっと短めのファンレターとか、
そういうのを書いてくれたんですけど、それは私だけの秘密にしときます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。で、なんだって、あ、何かやれたらええなっていうやつ。私は口笛が吹きたいです。私口笛吹けないんですよ。うん、出た吹けるんやろね。だからいつかはスムーズに吹けたらなぁなんて思ってます。あのこんな感じなんですよ。できないんですよね。ということで、お次、食べれるエレニギさん、ありがとうございます。最近課題に追われることが多くて大変です。カンナさんは学生時代の長期休み、課題は早めに終わらせる派でしたか、それとも残しておく派でしたか、ということで、私は残しておく派でしたまだまだ日にちあるから大丈夫やろっつって、最後までやらへんパターンで、期限のギリギリにね、やべえやべえっつってやる派でしたね。うん、そうなってしまって、まあでもだからといってね、提出し忘れるとか遅れるっていうことはまあなかったんですけど、うん、そう、そんな感じで私はギリギリにやる派でしたね。ほんまはね、早めに終わらせて、あとはゆっくり遊ぼうとかがええかもしれんけどね、私そういう性格です。はい、なのでそんな感じでございます。というわけでね、以上ですね、質問コーナー、なんかようさん答えた気がしますけども、はい、ということでね、以上質問コーナーでした。たくさんのお便りありがとうございました。お悩み相談コーナー、はい、お悩み相談のコーナーでございます。このコーナーはね、皆様から送られてきたお悩みに私カンナがね、答えていこうと思って、え、答えていくというコーナーでございます。では、ね、早速答えていきますよ。というわけで、お名前、めちめちさん、ありがとうございます。どうせまた埃が積もるのに掃除をする意味って何なんでしょう。ずっと触らないところならもうよくねってなるんですけど、ダメなんでしょうか。うちのテレビ台は元は黒ですが、今はホコリで灰色ですってことで掃除はね、しましょう一応ね。っていうのは、なんで掃除をする意味って何なんでしょうって言ってるけど、掃除せんくてホコリ溜まっとったらね、体悪なると思うんですよ。ウイルスとか、なんかダニとかカビとか、そういうホコリとかのさ、ハウスダストとか、なんかいろいろでさ、それを吸うんですよ、呼吸するたびに。ほんで部屋中にそれが回っとるって思ったら、ちょっと嫌じゃない？私は嫌ですよ。うん、やから換気はするし、掃除もするしっていう感じはしますけども、そう、触ってないとこやとしても、そこに溜まっとるホコリが原因でね、そうやってカビとかダニとかいろんなものが繁殖してさ、ね、息を吸うたびに入ってくる可能性も全然あるから、やだ、ダニとか食べてるんですかとかなるからね、そうやってなるから掃除とかはするんですよ。うん、まあでもね、そういうのをね、全く、いや、気にしないっす、全然気にしないっすって言うんやったら、別に掃除はせんでええんじゃないって私は思うけど、でも私はやっぱ綺麗にしとかんとなとは思うし、やっぱね、そんな感じやから、ゴミ屋敷には住みたくもないし、やっぱ綺麗にしといた方が気分もすがすがしくもなるし、あとやっぱね、そうやって体調悪くなったりとか、なんかウイルス感染っていうレベルではないと思うけど、そういうのもなく減ると思うので、うん、やから掃除は欠かさずやってます。あと不潔って思われたくないしね不潔とか汚いとか思われたくないし、やからやってますね。めんどくさいけどね、掃除って。でももうなんか毎日やる癖みたいな感じにはなってますね。掃除機かけてとか、換気して、洗濯じゃねえ、布団パンパンしてとか、いろいろそういうのは、うん、やってますっていう感じなので、はい、こんな感じかなって思いますよ。メタメタさんじゃなくてメチメチさん、よければ掃除はするなりなんなりしてみてもええんじゃないかな。たまにでもええんじゃないかな。ホコリを気にせんねたそのままでもええんじゃないかなとは思います。自由やからね。うん、ということで、そんな感じです。お次、はるさん、ありがとうございます。私は残業が嫌いです。好きな人なんていないかもですけど、人一倍嫌いです。だからこそ計画的に仕事をして、なるべく残らないようにって仕事をしているのですが、今の職場の方々は、残業修行
ちょっと待って、残業至上主義の、まあ言ったらうざい連中ですわ。はるくん仕事早いね、嫌味。あ、明日から別の仕事もやってもらっていい？ってな具合で、日に日に仕事量が増えて残業が当たり前になってきました。しまいには、19時半から会議予定とかいう意味不明な予定まで立てられる始末。定時に毎日帰って、期日に間に合わないとかは確かに論外です。しかし期日は守っています。私的には、残業をする方がかえって社会人として恥ずかしいんじゃね？かっこ、仕事をさばけていないと思うのですが、これって甘えですか？長文失礼ということで。いやー、甘えとかではないと思いますけども、そこのやっぱ、仕事の職場にはもうよるんじゃない？ほんまにね、残業だらけの職場もあれば、残業がね、ほぼほぼ全くないっていう職場もあるんですよね。だから、なんか、なんていうんやろね。ほんまにそこの仕事の企業のやり方で大半が決まってそうな気がする、私は。だから、やることきちんとやって、もう終わらせとんのに残業があるとか、まあ、意味不明ですよね、思ったらね。なんでやねんって、やることちゃんとやっとんやから、もう帰ってええやろか、と思うかもしれんけど、やっぱそこの、ね、会社のやり方がそういう感じなんやろな、と思います。ね、職場の方々が残業至上主義の人たちって書いとるから、そもそもやっぱそういう会社のとこなんじゃないかなって思うので、なぁと思いますね。逆にやり残しとることがいっぱいあったとしても残業がないっていうとこもあるから、ほんまね、これはね、会社によるよな。会社によると思う。私はないです。残業は。でも、たまーにね、たまーに、アホほど仕事が入ってって、時間内にマジで終わらんほどの、やべえよ、やべえよっていう時は、そういう時は、なんか、30分とか、長くて1時間とかもあったか、なんか残業もあったりするけど、基本ないんですよね。やから、ほんまね、そこによるかなと思うんですよね。ねえ、やから、はるさんは結構ほんまにきちっとやっていらっしゃると、いう感じで書いてあるのでね、なんやろね、言うたらやってくれるって思われとんかもしれんね、もしかしたら。いや、わからへんけどね、あんまり深いことっていうかわからへんから、あんまりなんか言えへんけどもね、なんかテキパキ仕事をこなしてきちっと期日守ってやっとるから、なんか他のやつも頼んでみよっかなみたいな、そういう感じに思われとるのかもしれんし、ちょっとわからへんけどね、わからへんけども、なあ、まあなあって思いますけども、全然甘えとかはわからないです、思ってないと思いますけども、ねえ、どうなんやろ。でもね、残業する方が恥ずかしいっていうわけでもないとは思います。その時のほんまにね、仕事量とかがその時間内に 100% できひんような仕事量が来る時もあるんですよ、仕事って。ほんまにどう考えてもその時間内にできひんやろうと文句を言いたくなるほどの仕事量が来るときもあるんですよ。だからそういうのはまあ残業とかもうしゃあないじゃないですか、せなっていう感じやから、だからそういうのもあったりするから、なんかよっぽどね、なんかやるのがちんたらとろいですとか、この人ちんたらしとって全然時間間に合ってないし、全然さばけてないやん仕事がっていう人は、まあね、ちょっととは思うけども、だからね、ちょっと全般的に残業をするなんかそういう社会人が恥ずかしいんじゃなかろうかとは思いませんね、私は。なのでそんな感じです。あんまりちょっとね、アドバイスっていうか、あんまお悩み相談に答えれてないかもしれませんけども、まあなぁと思いますね。ほんまにね、会社によってそこんとこは違うかなという感じなので、もうね、嫌になる気持ちはすごくわかります。私も早く帰りたい人間やから、もう残業とか絶対やりたくないもん。だからすごく気持ちはわかります、ということで。はい、ということで、すいませんね、これぐらいしか言えませんけども、はい、頑張ってください、これからも。はい、ということで、お次、ジミーさん、ありがとうございます。カッチャマとリスナーの皆さん、こんかんな、久しぶりにカッチャマに相談なんですが、最近痒いところを書きすぎてしまうのが悩みなんです。特に膝の裏が痒くて、書いたらダメだと分かってても書いちゃうんですよね。この痒みどうやって書かずに我慢すればいいか、何かアドバイスアイディアがあればお願いします、ということで、ありがとうございます。膝の裏が痒い、汗もとかそういう感じですか？ここは結構汗かきやすいですね、膝の裏って。そういう汗もが
できてかゆいとかそういうやつなのかな、ちょっとわからへんねんけど、いや私もねかゆいなと思ったらすごい書いてもまうんですよ。だからかきすぎて皮膚がただれて余計悪化するっていうことは全然あります。全然あるんですよね、ほんまに。だから気持ちはわかるけど、私はねアドバイスっていうアドバイスはできひんけども、あのかゆみ止めとかいうね、そういうのでを使ったりはしてます。あの無比やったっけ、無比とかいうやつとか、塗るやつですね、かゆみ止めとかいうやつを使ったりはしとるけど、あんまりあれってなんか気持ちの問題な気がする。なんかあんまりね無比とか効いとる感じせえへんねんな、正直ね。無比塗ってもね、まあでも塗っとるだけなんかまあ変わるかなみたいな感じで、まあ塗りたくったりはしてますけどもっていう感じが、それぐらいしか私してないから、だから無比塗ってもかゆいだけかゆいから、うん、やからね、あんまりちょっとアドバイスというアドバイスはできひんねんけどもね、我慢ってできひんやん、なかなかね。だからちょっと、そうやってちょっと、無比とか、なんかかゆみ止めとか、塗ってみるのもええんじゃないかなと思いますっていう、こういうことしか言えません。ね、気持ちはすごくわかるぞということで、ありがとうございます。お次、デスマスクさん、ありがとうございます。カナさん大変です。はい。すいません。特に大変ではないお悩みです。申し訳ないです。どっちやねんということで。実は私、今年で36になる、年男なんですが、去年あたりから顎のひげの中に白髪が生えてきました。最初のうちは1本だけだったので、抜いて処理していたのですが、ここ最近になって4、5本ぐらいに増えてしまって、毎回抜くのもどうなのかと思い始めてきています。このまま年を重ねた姿を、受け入れるべきか、もしくは老化現象に抗うべきか、中途半端な年齢ゆえ悩みで、年齢ゆえの悩みで申し訳ないんですが、神田さん的にはどう思いますでしょうかということで、追伸、しょうもない内容ですいません。もっと真面目 な相談はあるのですが、長くなりそうなので、こちらの内容を先にお送りしましたということで、ありがとうございます。いや、あのね、自然のことよ。あの、ヒゲに白髪って。あるあるある、全然ある。ごめん、あるあるって私はないけどね。私はないけども、私、ヒゲ生えへんし。私はないけども、でも、30後半になったらね、あのね、あの、全然増える人、あの、男性、ヒゲにね、あの、白髪って。だから、普通やから、大丈夫。でも、気にする気持ちはすごくわかる。結構生えてくるよな、本数ね。だから、なんやろうね、もう、仕方はないと思うんですよ。あの、ヒゲだけじゃなくて、あの、髪の毛も白髪って増えるし、人によっては鼻毛にもさ、白髪生えとる人もおるし、眉毛にも白髪って生えたりもするから、だからね、もう白髪って仕方ないんですよね。だから、あの、髪の毛はまあ染めればええんやけど、まあ眉毛とかも染めればええのかな、わからへんけど。だから、ヒゲは剃るやんな。剃るかな、どうやろ、剃らへん人なんかな。剃る人やったら、まあ、剃っとったら大体まあ目立たへんのんじゃないかなとは思うんですけども、そらへんのやったら、抜いたらね、白髪って抜いたら増えるって言いますよね。まあ、知らんねんけどね。実際どうなんか知らんけど、抜いたら増えるってよく聞くんですよね。まあ、私抜くんですけど、髪の毛に白髪ったら。だから、まあ、あの、ヒゲに、あれって使えへんのかな？あの、髪の毛染めるやつ。無理か。無理なんかな？どうだやろ？ヒゲに髪の毛染めるやつって無理なんかな？ヘアカラー剤って。わからへんねんけど、使えるか。だから、ちょっとそういう風になんか、するか、まあ、目立つならば剃るか、とか。ねえ、頻繁に髪剃りか、髭剃りで剃りよったら、まあ、そこまで生えてきても、そんな目立たへんような気がするけど、まあ、髭剃りってめんどくさいよな。めんどくさいから、わかる、すごくわかるけども、わかるって私せえへんけどね。せえへんけども。だから、まあ、そんな感じやから、私はね、別に、どう思うかっていうと、自然なことやと思っとるから、全然それで何かあるかというと、別に何も思わへんし、っていう感じかな。全然、受け入れるしかなくない。しかも。これからもっと年齢、年重ねていくからさ、誰しも白髪って、どこかしこも増えると思うので、もう受け入れるべきしかないんじゃないかなと、私は思ってます。ほんまにね、私もね、髪の毛の白髪多いんですよ、ほんまに。まあ、昔からないけどね、これ。学生の頃から多かったです、白髪は。まあ、最初の頃は気にしとったけど、まあ、気にしてもしゃあないかな、生えてくるしって思うから、まあ、今は目に入ったら抜くぐらいで、そこまでぐらいかな。やから、受け入れるっていうか、まあ、しゃあないなっていう感じにはおるので、はい、そんな感じで、
受け入れるというか、まあしゃあないな、生えてきだしたか、やっぱりか、そうやな、もう自分も30後半やしっつって思って、ほんで剃るとかしてするぐらいしかないんじゃないかなと思います。はいね、人は誰しも老いていきます。そう、そういうことなのでね。はい、ということでお次、ビットリアさん、ありがとうございます。先輩や上司などの目上の立場の人にお礼を言われたとき、何とか返事をするのが良いでしょうか、ということで。お礼を言われたときは、ありがとうとか、それ目上の人ですよね。私の場合は、いえ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 、とんでもございませんみたいな感じでは返すかな。そういう感じかな。なのね、これ正解ってあるんかな？あるんかもしれんね。社会的なマナーとかで正解とかがあるかもしれんけど、私はでもそんな感じかな。いや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 、いや大丈夫です、大丈夫です、みたいな。とんでもございません、つって、そういう感じで。はい。返すかなっていう感じですよ。人によりそうですね、これはでもね。私はまあこんな感じですっていう感じです。はい、お次、ゆきかぜうんさん、ありがとうございます。かなさん、りさんのみさん、こんばんは、こんばんは。個人的な悩みで恐縮なんですが、私は人様に自分のせいでご迷惑や嫌な思いをさせるのがすごく怖くて、後から考えて謝ってしまうのですが、謝ることでご負担になるかもしれないと分かってはいるのですが、どうにもすぐ謝ってしまいます。かんなさんにもよく謝っていると思います。理由は本当に応援しているからだと思います。ご迷惑をかけたくないなって、ご負担になってないですか？どうした方がいいとかありますか？ということで、別にっていう感じで、私別に、まあ、しつこいほど謝られたら、もう、ええんやけどなーとか、いやなーって、なんかむしろこっちが悪い感じになんかならへんみたいな、なんか謝らせとる感じがある気がするから、ちょっとと思うけど、全然ええんじゃない？だって謝りたいから謝っとるんやろ？やったらね、まあええんじゃないかな。私に対してやろ、しかもこれね、えご負担になってないですかとか、どうした方がいいとかありますかとかあるけど、ご負担にはなってはないです。今のところなってないです。全然大丈夫ですし、どうした方がいいとかありますか？別にどうもせんでええんじゃない？今のままではええんじゃないって思いますよ、私。別に今のところはっていうのは、だって今後わかんないじゃないですか。今後ね、私の心情の変化とかあるかもしれへんからね。心情の変化でなんか謝るのをやめろよとか、謝るんじゃねえよとか、あとは逆にもっと謝るよってなるかもしれへんし、わからへんけどね、多分ならへんと思うけど、だから今のところはええんじゃないかなって私は思ってますけど、そのままで、っていう感じかな。逆になんて言うんやろね、私謝れるのは全然、まあ謝りたいから謝っとんやろなって思うからええんやけど、ネガティブになられたりするのはちょっと困るかなって思う、視聴者さんが。なんていうか、なんかネガティブになったりとか、なんかなんていうんやろ、メンヘラになったりとか、メンヘラっていうか、病んでるメンヘラか、なんかなられたら、ってなるなんかあーって なりますけども、なんかガチめのね、冗談とかのじゃなくて、ガチめのそういうのを配信のコメント欄とか、ツイッターの方とかのコメント欄とかで出されたら、ってはなりますけど、なりますけども、ねえ、別にね、そういうのがなければええんじゃないかなって私は思ってます。っていう感じですよ。ねえ、そんな感じです。ねえ、だからね、もうちょいポジティブになってみな。うんさんはなんかね、ちょっとね、ネガティブが強い気がする。まあ私もネガティブの塊なんですけども、だからもうちょいね、軽く考えてみてはええんじゃないかなと思いますし、ねえ、って思います。ほんで誰しもね、迷惑かけたくないって思っても迷惑かかる時もあるし、あるあるある、仕方ないって思う。そんな迷惑がかかったとしても、なんていうか、
それで嫌いになるとかはない、ないので、大抵のことでは多分ね。ないと思うから、私は。だから、しゃあないなっていう感じかな。だからそんな重く考えすぎんでもええんじゃないって思うし、ね、謝りたいと思うなら、まあ謝ったらええんじゃないかなって、私は思います。私だけじゃなくてね、他の人にもそうやけども、そんな感じかな。っていう感じです。はい、あんまりちょっとアドバイス的なこととかできてないかもしれんけど、そんな感じかなって思います。はい、ということでお次、匿名16さん、ありがとうございます。初お便り失礼します。はい、カンナさん、リスナーの皆さん、こんかんなです。こんかんな。身長は寝起きと寝る前とで数センチ変わります。なぜなら背中の椎間板と重力の関係によるからです。ご存知でしたら申し訳ありません。知らん知らん、初めて聞いた初めて聞いた。あ、そうなんや。前置きを踏まえ、ここからがお悩み相談についてです。はい、自分は寝起きすぐに身長を測ると日により172センチ前後ですが、仕事終わりや寝る前に身長を測ると170センチ前後とギリギリ170センチを切ってしまう日があります。ちなみに健康診断を受ける日の時間帯の時点では170から171センチのと判断され縮んでしまいます。で、最大で172センチを超えるのも事実ですが、170センチを切ってしまうのもまた事実です。そのせいで人に身長を聞かれたときは、だいたい170センチから171センチですと答えてしまう自分ですが、170センチを切ってしまうことによる後ろめたさがあります。内心では堂々とできませんが、自分は170センチ以上あるんだと、堂々として生きていてもいいのでしょうか？カンナさんならどのように判断しますか？ご回答をよろしくお願いします。ということで。ほんで、PS、ご興味がありましたら、カンナさんも寝起きと寝る前に、身長を測ってみてください。無駄に長く分かりづらい文章を失礼しましたということで、ありがとうございます。測りたいけど、あの背測るやつないねん、私家に。メジャーか、メジャーで測るんか私。いやないねんけども、ありがとうございます。でもなるほど、身長変わるんか、初めて知ったこれは。まあでも170センチ以上あるって言っといてええんじゃないって私は思いましたけどね、これ聞いとったら。ね、だって、まあね、あの、測るときによってちょっと変わるのは、まあ仕方がないじゃないですか。そういうもんやからさ。だから、なんていうか、まあ、その平均値？平均値って言ったら悪いけど、170を切るときもあるんやろ？でも、172センチとかにもなるときあるんやろ？やったらもうその間の数値を自分の身長やと思っとってもええんじゃないかなって、思います、人に言うときとか。だから、あの、170から171センチとか、それぐらいでええんじゃないかなって思います。だって逆に言うと、172センチとかの、ね、時になるときもあるのに、ね、っていう感じやから、ええんじゃないかなって思いますよ。後ろめたさとかそんな考えんてええと思うけど、だってしゃあないじゃないですか。しゃあなくない？これ測るときによってやっぱ変わるからさ、しゃあないと思うからね。ご自身で把握しとる身長のね、その中の中間ぐらいのね、170から171ぐらいですって答えとったらええんじゃないかなって私は思います。だって私もさ、中学じゃないや、高校1年生の時に身長測ったの最後なんですけど、それが何ぼやったっけね、172やったっけ、何ぼっつったっけ、みんなに忘れたわ。それぐらいなんですよ。でも今現在身長知らないんですよ。やけど私は未だに172センチですって言うとるから、もう私の方がガバガバやと思います多分。やからね、もしかしたら私ね、身長縮んで169とかになっとる可能性もないこともないから、だからね、ガバガバです私は。なのでね、全然そこまで気にする必要ないんじゃないかなと思いますよ。そんなね、あの、170切ってまうことに対する後ろめたさとか感じる必要ないと思います。全然と思いますけどね。それか、測る時によってちょっと170を切る時があるとかを付け加えるのも正直に言うてもええんじゃない。それか、あの、それプラス172センチ前後になる時もあるみたいな感じで、測る時によってちょっと変わるっていうのも付け加えて正直に言ってもええんじゃないかなとは思います。はい、ということでそんな感じでございます。
お次、ゆきかぜうんさん、ありがとうございます。かぬさん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは。一回やる気になって始めてもすぐいろいろな理由をつけてやめてしまいます。新しいことへのチャレンジをなかなかしないんですよね。何も変われない自分が嫌になります。どうすれば努力できる人になりますか、ということで、これ性格の問題なんじゃないかなって思いますよ。うん、私もそうですよ。新しいことになんかチャレンジしてみようって言っても私続かへんもん。うん、性格だから、これも性格の問題やと思うから、飽き性とか続かへんっていう三日坊主とかそういう性格やと私はもう思っとるから、だからなんていうか、そんなね、嫌になるとかはもうないかな、もうしゃーないんかな、もう自分の性格がこんなんやしって思って、その時やりたいことやるっていう感じにしとったら、そこまでなんかね、自分自身でそんな追い詰めるようなこともないんじゃないかなと思いますので、なんていうかね、そんななんか嫌にならんでもええんじゃない、それが自分自身なんやから、そうやって受け入れるのをしていけばええんじゃないかなと思うんやけど、どうすれば努力できる人になれますかっていうのも性格の問題なんじゃないかなって思います。もうどうしても努力したいんやったら、何かを理由につけてあのやめんと、もうひたすらがむしゃらに意地でも続けてみるとかにするしかないんじゃない、嫌になっても続けるしかないんじゃない。でもそれって多分しんどいと思うんですよ。なんで嫌やのにやらなあかんのみたいな、それがほんまのなんか努力できる人なのかっていうと違うと思うんですよね。なんか無理やりなんかやりたくもない、モチベーションも続いてないようなことをやるっていうだけな、なんかね、苦痛なんじゃないって思うから、別にねと思いますけどね。だからそんななんかもうそういう自分はそういう人なんやっていうのを受け入れて理解して、もうなんかしゃーないかなーみたいな、仕方ないかなーみたいな感じで、また気が向いた時にそれをやればええんじゃないかなって私は思います。うん、っていう感じかな。っていう感じで私は人生生きてきてますけども、はい、いやいや、物をやるのはストレスでしかないと思うので、続かへんもんは続かへんのやなっていう感じかなって思います。はい、ということで、あ、以上ですね、以上質問じゃない、お悩みでございました。はい、ということで、答えれたのかな、ちゃんと答えれたのか分かりませんけども、はい、ということでね、以上お悩み相談のコーナーでした。たくさんのお便りありがとうございました。よーよよよよ。即興演技コーナー。はい、即興演技のコーナーでございます。このコーナーはと言いますと、皆様から送られてきたセリフなどを私カンナが演技をしていくというコーナーでございます。はい、ということでね、早速やっていきたいと思います。聞いて、言われ息切れそうなんですよ。実は洗濯物を畳んでおったんです洗濯物をね、畳むだけで息が切れる女ども、かなと申しますけども、というわけで、ね、早速やっていきたいと思います。あくびも出ております。絶好調でございます。はい、というわけで、お名前めちめちさん、ありがとうございます。これはね、意味がわからないんですよ。なんかのやつなのかなとは思うんですけど、ちょっとわからないんで、まあやります。ではいきます。ミュンミュンミュン、まう、みゅ、みゃ、みゅめめめめめ、ぱ。これ何なんでしょうかね。マジでわからん。マジでわからん。一ミクロンもわからん。なんだこれは、替え文書かなということでね、お次いきたいと思います。お次、オオカミさん、ありがとうございます。兵庫を代表する大スターです。お願いします。ということで。なるほど。おう。なるほどね。もしもかっちゃまがエンタの神様に出演したらと想像しながらセリフを、仕事をしているときやご飯食べているときなど、3日近く考えました。同じ関西を代表する同士なんで、多分セリフは読みやすいかもしれないです。ということで、わかりました。では行きます。
新しいセリフを生み出し続けるのはこの女、笑いのニューウェーブ、関内智則。今回のネタは VTuber。 とんでもない生配信が次々と巻き起こる関内智則。あー、ひんまやな。なんか暇つぶしになるようなことあらへんかな。せや、パソコンあるし、YouTube 使って VTuber 配信してみよっかな。スタート。あの、続きが気になる。すごく続きが気になるんですけどね。スタートした時で終わりました。関内智則、ちょっとね、ちょっとな、何言ってか分かんないんですけどね。はい、ということでお次いきます。お次、6月1日の水下、ありがとうございます。馬娘よりテイエムオペラ王とオグリキャップの会話ということで、オペラ王は少しボーイッシュな感じの声、オグリンは真面目だけどどこか抜けてる感じの声で同じですということで、分かりました。私は馬娘を1ミクロも分からない女なので、自分なりにいきます。ではいきます。ん？おぐりさん、相席お願いしてもいいだろうか。わ、ん、うん、か、かまわん。どうだ？よ。いや、絶対違う、これ、ちょっと。絶対違う。もう、絶対違うよな。もうごめんね、馬娘知らんから。ちょっと自分なりにやったけど、なんか絶対違うのは分かりました。というわけでお次、大学創立10周年記念式で出席した水さん、ありがとうございます。最前に地元の友達と来たおかんということで、おかんボイスで同じですということで、分かりました。ではいきます。あんた何頼むん？ペペロンチーノ？そっかそっか、ほんならうちはドリアにしよっかな。あとドリンクバーもつけるん？うん、オッケー。じゃあピンポン押すで。やべえ、おかんっぽくなかったかもしれん。おかんっぽくなかったかもしれん。おかんっていうより私やった気がする。いや、ちょっともうちょいおかんっぽくすればよかったかなと思いますけど、すいませんでした。というわけでお次、スマホスタンド化した、牧人ハムスターさん、ありがとうございます。いつもの声でお願いしますということで、分かりました。ではいきます。はい、皆さん、こんかんな、かんなと申します。今回はね、タイトルにもある通り、新しい髪型のお披露目ということですが、皆さん何やと思いますか？ふむふむふむ？ポニーテール？いやー、ちゃうなー。トンスラ？ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、まあ今からね、みんなに新しい髪型見せようと思います。それでは、ドドン！はい、ということで、新しい髪型は丸刈りでした。いいよ。ということでね、丸刈りではないですけどね。そんなに丸刈りにしてほしいんですか？まあしませんけども。はい、ということでお次、ちゃんこちゃん、ありがとうございます。たけるくんを応援してあげてくださいということで。やべえ、ようわからへんねんけど、たけるくんを応援すればいいんやね。わかりました。ではいきます。たけるくん、頑張れ頑張れ、たけるくん頑張れ。これなんか元ネタありそうな気がするけど、ないんかな。なかったらちょっと面白いけど、ありそうですね。わかりませんけども。はい、ということでお次、デスマックス。ごめんね、いつも噛んで。デスマスクさんですね、ありがとうございます。おやおや、かんなさん、ごきげんよう。今回も素晴らしい演技をお聞かせください。紳士的で物腰柔らかいイケボでお願いします。キャラクターは男性ですが、性別は気にせず演技してくださいということで、わかりました。メイドインアビスより子供たちの愛を背に戦う男、ボルドルドの名言ですと。んー、自分にされて嫌なことは他人に決してしないタイプのゲスゲドウですが、作中トップクラスの人気キャラで、私もキャラクターや声、かっこ森川さん、そして、洗練された、仮面姿のかっこよさにとても惹かれるものがあります。カンナさんもよろしければ、メイドインアビス、かわいいキャラクターが多いのでいかがでしょうか。ちなみにボンドルドが活躍する劇場版は R15 指定ですので、お気をつけてということで。なるほど、メイドインアビスはなんかグロいっていうのは聞いております。見ません。はい、
すいません。では演技していきたいと思います。男性ですが気にせずね。わかりました、いきます。家族とは血のつながりのみを言うのでしょうか。私はそうは考えていません。慈しみ合う心が人を家族たらしめるのです。血はその助けにすぎません。愛ですよ、愛ですよ。違う、愛です、愛ですよ。ひどい、ひどいよこれは。噛みすぎんごです。ちょっと難しい日本語が多くて噛みました。慈しみ合う心とかね、噛みそうだったんですけど、噛んでませんでしたっけね、わかりませんけども。はい、ということでありがとうございます。お次、猫猫さん、ありがとうございます。元ネタアンミカさんの白って200色あんねんですということで、それのやつですね。わかりました、ではいきます。あのなあ、サワーペーパーって5種類あんねん。ごめん、私ね、アンミカさんの白って200色あんねんっていうやつ、私全く知らないんですよ。そんな、なんか話題になったのこれ、こういうセリフなんか言うたのアンミカさんが。あ、全然知らんのよね。そうなの ?200 色あるん白って。あ、そう。知らんかったです。ありがとうございます。お次、タコせんべいとかした牧場ハムスターさん、ありがとうございます。片言風の声でお願いします。ということで、わかりました。では行きます。へにーちゃん、うちいいサワーペーパーあるよ。今なら10円で買えるけどどう？あー、そんな危ないのじゃないから、あ、安心してね。片言ってこんなんでしたっけ？なんかちょっと危なそうな雰囲気がしましたけどね。はい、10円で買えるなら買うかもしれませんね。お得。というわけで、お次、ダースシディアスさん、ありがとうございます。これは、このダースシディアスさんのセリフなのかな、わかりませんけど、いきます。無限のパワーをくらえ。すいません、ただのカンナになりましたけど、はい、これはね、元ネタはちょっとわかんないんですけど、書いてないからちょっとわかんないんですけども、もしかしたらダースシディアスさんのセリフなのかもしれませんね。というわけで、お次、アルナムマリモの腕さん、ありがとうございます。何がとは言いません。全力でお願いします。ということで。できるかな？いきます。イカスミ焼き？いや、似てない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 。いや、似てない。ありがとうございましたって書いてあるけど。いや、似てないやろ。これちょっとヤミンちゃんに判断してもらわんとね。難しいですね。あんな可愛い声出ませんもん、私。はい、というわけで、お次、ちりめんじゃこさん、ありがとうございます。いそうでいる少女のモノマネということで、わかりました。では、いきます。ちょっと、男子、掃除ちゃんとやってよ。先生に言いつけるからね。うぜえ。ごめん、めっちゃうざい言い方になった。めっちゃうざい言い方になりましたね。こういう女子いますよね、多分。はい、ということで、お次、オオカミさん、ありがとうございます。一人二役ですが、いかにもめちゃくちゃ悪そうな感じでお願いいたしますです、早漏ということで。なるほど。時代劇でよく見るあれで早漏。この後、八大将軍だったり、水戸の藩主だったり、十手を持った人間がきっと成敗しに来るに決まってるでございまするというやつですね。なるほど。そういうなんかやつらしいですよ。では、行きます。お代官様、好物のサワーペーパーコーラ味でございます。越後や、お主もなかなか悪いよな。なんかうまくない、こういうなんかこういうさ、ね、ちょっとねっとりしとるけど、なんかこういうなんか考えてそうな悪そうななんかやつ、なんか私うまいな、嫌やな。というわけで、不審者じゃ、出会え出会えって書いてますね。はい、ありがとうございます。お次、ちりめんてこさん、ありがとうございます。なんとなく縁になりそうなので、威圧感満載でお願いいたしますということで。威圧感？わかりました。では行きます。お黙りなさい！ごめん、うるさかったらごめんなさい。うるさかったらごめんなさい。音割れとったらごめんなさいなんやけど、お黙りなさいということで、威圧感っていうかなんか、ちょっと、
なんか、サイコパス感があった？そんなことないですよね。お次。雪風うんさん、ありがとうございます。ねっとりおね、ねっとりお姉さん風、煽り口調でお願いします。ということで、わかりました。では、行きまーす。常識も、法律も通用しない、あんた方お嬢さんが、足突っ込んだのはそういう世界さ。死んだ方が負け、生きた方が勝ち。シンプルでいいと思わない？ねえ。ちょっとうざかったかな？やり方。ちょっとうざかったかもしれませんね。はい、うざかったです。ということで、すいません。お次いきます。机の裏側で夕飯を食べる牧場ハムスターさん、ありがとうございます。CM 風に、優しく語りかける感じでお願いします。ということで、わかりました。では、いきます。ズボンヌ。それは、17世紀のフランスで生まれた何か。ズボンヌ。それは、人によって意味が変わるもの。つまり、ズボンヌというものは、人の数だけあるということ。あなただけのズボンヌ、作ってみませんか？まあちょっと何言ってるか分かんないんですけど。あ、ズボンヌって何ですかね？ズボンヌって何なんですかね？ちょっと何言ってるか分かんないんですけどね。はい、ということでね、以上、演技でしたよ。ということでね、たくさんのお便りありがとうございました。以上、即興演技のコーナーでちったん。よパチパチ。はい、エンディングのコーナーでございます。はい、皆様お疲れ様でした。パチパチパチ、お疲れ様でしたよ。寝てますか？起きてますか？お疲れ様でございました。あ、今回で、ね、読んだお便りがどこまでのやつを読んだかと言いますとね、お待ちなすってください。今回のね、ラジオで読んだお便りは2023年6月の11日の0時58分までに来たやつを読みました。はい、ということで、徐々に話されていっきょるのかちょっと微妙なんですけども、そんな感じでございます。いや、たくさんのお便りいつもありがとうございます。ちなみに今回のラジオはオープニング調査団、エンディングの収録日と、質問お悩み演技の収録日がめっちゃ違うくて、日付がかなり離れとんですよ、実は。だからもしかしたら、コーナーごとに声質っていうか、なんか声のトーンとかテンションとか、なんかいろいろ違うかもしれませんけども、結構ね、バラッバラの日に撮りまくっております、今回のラジオは。はい、なのでね、その時のなんか環境とか機材の環境っていうか、そういうやつとか、私のその時の気分テンションとか、なんかその時のなんか声のトーンとか、そういうのが違うかもしれませんね。わからへんけど。はい。そんな感じでね、結構バラバラに撮ってます。はい。まとめて撮る時もあるんですけど、でも大抵はでもバラバラですけども、今回はね、バラバラにしてはすごいバラバラなレベルで、日にちがね、あっちゃこっちゃな感じなほどのレベルのね、動画、これを収録しました。はい。という感じでございます。はい。まあ、こういう話は裏話なんですけども、はい。そんな感じでございまして、いやー、たくさんね、はい、答えましたよと、答えました？たくさん喋りましたね。はい。ということで、まあ、特に喋ることはないかなと思いますけど、あ、オープニングで言ってなかったかもしれんけど、7月ぐらいに何かしら歌ってみたが上がるかもしれませんね、という感じなので、そう思っといてください。思っといてくださいよ、ということでございます。6月はスト6の曲が上がったかなと思うんですけども、7月は
なんかが上がるかもしれません。まだちょっとあの音源とかはできておらぬのですけども、はい、7月中にはでも上がるかもしれません。またまたミュージックビデオは私カンナが作ろうかなと思っておりますけども、はい、そんな感じでございますので楽しみにしておいてくださいということでね、はい、今回ここまでにしたいなと思います。カンナのおかえりラジオ、略してカンラジ、第44回目はここまでにしたいと思います。お相手は私カンナとカンナファミリーの皆さんでした。ではまったね。おつかんなでした。ありがとうございました。皆さんゆっくり休んでもろて、あ、ゆっくり休んでね、ゆっくり寝て、ゆっくり起きて、ゆっくりなんかする、はい、そんな感じでね、健康体調には気をつけて過ごしていきましょう。ではまたね。おつかんなでした。バイバイ、アディスー。